はい、どんちゃんです。今日なんですけども、このリベロのエース版を使っていこうかなと思います。自分の番にこのポケモンがベンチから場に出た時に1回使えて、トラッシュからこのエネルギーを2枚まで選び、このポケモンにつけると、まあ、溶接庫いらずですね。で、技がフレアストライカー190、エネルギーを2個トラッシュすると、まあ2個トラッシュするんですけど、リベロがあるんで、まあプラマイゼロですね。まあ、むしろ毎ターン1枚手張りできるんでプラスと。でこれを使っていくために、まあドローソースであるチラチーノやら、序盤の動きであるこのカビゴン、どうしても相性で勝たない三振に対して、オルタージェネスの返しにこのヘラクロスの土俵返しを使って、まあワンチャンスを掴もうかなと。で、まあなんといってもやっぱレベルボールですね。レベルボールが使えるようになったんで、まあかなり安定感も増したのかなということで、早速対戦の方に行ってみましょう。はい、マッチング勝者対戦よろしくお願いいたします。このデッキケースいいよな、ポケモンチームなんとかかんとか。これね、欲しいんで皆さんください。お願いします。よろしくお願いいたします。いやー、これな、何かしらポケモン出せてればかなり強かったんだけどな。レベルボー、レベルボー、クイボーあったんだけど、まあまあまあ仕方ない。結構マリガンしがちなんで、ミユ、いやー、これは終わったな。まあ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 、デッキ次第では全然間に合うんで、ゆっくり行きますか。ゆっくりゆっくり下っていきましょう。よろしくお願いします。雑誌やん。なるほど。オキドキ。まあ前でいいかな、多分。前張り。終わりで。これ三雑誌がね、めちゃめちゃ重いんで、あの三雑誌以外にはめちゃめちゃ強いんですけど、本当に6割あるんじゃないかぐらい強いんですけど、三雑誌だけがね、本当に4割、3割。ヘラクレスないと、まじ1割もないぐらい。ルカメタか OK、全然いい。ルカメタ全然 OK。OK すぎて缶 OK になっちゃったわ。まあ、フルメタルボールの返しにヘラクラスこれ打つのかな。まあ、なくはないか。なくはない。なくはないけど多分ない。スイッチ。まあ、コーティング鋼がついてるかどうかかな。まあ、でもついてると山に戻っちゃうからな。まあ、どっちにしろ2パンしかできないんで、ワンパンは、コーティング鋼ついちゃうとワンパンできないんで。これ反動めちゃめちゃ良くない？このマリー超ありがたくない？コーティング貼るね。あ、もう使うんだ。平ボタンを押したわ、それは。なるほど。あー、強すぎ？ごめんなさい、強すぎまして。ここはエネ切ろう、一旦。で、まあ、カビゴン出しかな。あー、強すぎ。マジで強い。意味がわからん。こんなことがあっていいのぐらいの盤面なんだけど。まあ、あるんですよね、それが。そういうこともありますと。そういうこともありますよと。貼っとくか。まあ、レベボ1枚ガメルタクあったんですけど、まあいいか。思ったより強くない。思ったより強くない節がある。まあ、このカビゴンね、落ちるまで粘ってもいいんだけど、どうしようかな。そう、まあ、ピッピニングめんどくせえな、確かに。それがあるか。それがあるんで、マリー、もうマジで打った意味なくなっちゃったけど。まあ、逆にでも、カビゴンね、引いてなかったらマリー打たれてないはずなんで、まあいいかな。OK？雨がないな。まあ、ミュウ前出しでもいいかな、別に。カビゴンバックして、カビゴン切って、チラチーのドローして、そっから考えよう。いや、マリーから打つか。あー、引いたね。引いたね。いやー、これボス打ちてんだよな、どっちかっていうと。どっちかって言うとボス打ちたいけど、まあ、いっか。殴るか。殴りましょう。殴りませう。カンジャンセウだね、これは。ほい。で、マリーから。いいんじゃない？ほい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 。これ切るカードわかんねえな。釣り竿はダメ。ポケ通か、レベボなんだけど。まあ、レベボかな？レベボ、レベボで一回一旦。一旦ね。OK。これエネルギー切ってもいいか。切ってもいいけど、切らなくてもいい。ポケ通切るかって言われると結構諸説だから。いや、いいか。エネルギーで。多分引くっしょ。聞いたね。うん。ああ、これはこうかな。こうの。まあ、これ裏に貼っとくかどうかは、ちょっとわかんねえな。貼っといていいか。貼っといて、ポケツーヒバに、ポケヒバ？ポケヒバ、ワンパンツ。ワンパンツマンして、終わりと。言うて引力入るからな。これでだって、コーティングじゃなくてあれか。メタルゴーグル作られてても130は入るんで、2番できるんだよな。偉くね？めちゃめちゃ偉いじゃん。どんだけ偉いの？ポケギア。あれか、ポケギア4等型か。だから、コーティングは4かな、多分。コーティング4のキャプチャーが0の型か。ザマゼンタはいらないと。いや、持ってくるんかい。どうするこれ相手。
ちょっとエネルギー切りすぎちゃってんだよな。これがもう全部エネルギーなんで、このエネルギーキャプチャーが欲しい。まあ釣り竿でエネルギーは戻せるんで、そのうちね。 OK、 OK 丸。これ逃げる、逃げれる。でか、まあ入れ替えがあったら逃げれるか普通に。エースバーの火力の高さえげつなくね。どうよザシアン、これザシアンから倒してえな。ボス引けねえかな。言うてルカメだからでいいか。まあ、引くねえ、何でもかんでも引くねえ。これはこれはクイボがいらない、いらないカードわからない問題ある、あるな、このこのデッキマジで。うん、ここ持ってくんじゃん。まあここはポケツ切るか、逆にね。一周回ってね、一周回っちゃっていい。うん、でこのキャプチャーが一応ネストボール、いやレベルボールか、ネストボールか、ネストボールになりうるから、うーん、どうしようかな。こうかな、こうでいいか。まあつけといてもいいんだけど、別につけなくてもいいんだよな多分な。まあどうせ引くからつけとくか、うん、つけて逃げてバチコリしましょう。これはほいほい、ドン。まあ倒されて U ターンが戻ってくるんで、まあありがとうみたいな、いい薬ですみたいな感じなんで。さあ何を引く？ボス、ナイスボス。まあ、ザシアンにコーティングつけられるか否か。まあ、つけられちゃったら2パンなんで。ザシアン。エンドか。あ、エンディング？ごめん、エンディングするんだ。だったらあー、もう強すぎ？ボスが強すぎ。ボスしか強くない。これ、エース版ぐるぐるがね、魔法陣ぐるぐるが超気持ちいいんですよ、これで、本当に。まあね、多い方を倒しちゃいますか。まあ、フライパンじゃないんでね。弱点は消えてないよと。フラストライカー。対戦出した。はい、マッチングしました。対戦よろしくお願いします。はい、これは先行もらうぜ。男なら先行でしょう。いいハンドしてますね。君いい反動してますね。デッキによっちゃこれ出すけど。OK？ 無限ダイナね。了解ウォッチ。了解ウォッチ。まあ多分1ターン目から倒されることないから、これチラチーノ多く出したいんだよな。そうなると、やはりこれが板かな。うん、これが板っぽく見えるんだけど。板前じゃない？エースバーンが3か。アメは何枚？アメが3。ボスが3。OK。大体理解した。まあこの状態で引きますか、終わりで。あんま振るわないなこのハンド。まあ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 全然、やっぱとりあえずチラチンを出すことがね、やっぱ勝ちまでの第一歩かなと。先にエースバーンで殴れても結局後続なかったら積んじゃうんで、まあ、先にやっぱりチラチンを並べて山札をねいい感じにしていこうかなというところではあるんですけど、これさ、ザグマザグマザグマボスヒバニガリアル、いや、さすがに、いや、マジそれ。お前、本当？マジで言ってる？あー、まあ、そうなるとちょっとミスだったのかもしれない。あー、なるほど。あはは。やられた。お前、殴れねえじゃん、お前。お前、殴れねえじゃん、別に。なあ。別に殴れないっていう、そのウィークガード。あくまでも、お前は出したいんだな。そこまでして出したいんですね。わかります。君の気持ちはよくわかります。これ、悪だったら、ちょっと話変わってたかもな。あ、でもそもそもあれか？これ悪だったらね、やばかったかもしれない。レベボ。さすがに。さすがにチーノ。さすがにチーノ。これ貼っといていいんじゃないかな、ここら辺に。ここら辺に貼っとくじゃん。で、まあさすがにね、後続、貼って、一旦マリ。たんまり。強っ。強くね？これレベボ切る？キャプチャー切っていいか。キャプチャー切ってみるか。うん。キャプチャー切ってみる男。なんだそれ。イバニー、ま、ラビフット欲しいから、クイボかチラチラ切ろう。チラ切って、引くね。お前全部引くやん、それ。一旦逃げといて。で、これボス撃たれたらちょっとめんどくさいから、待っとくタクあるけど、さすがにでもあれか、ドロー増やしたいから。そうだね。ドロー増やしたいからこっちかな。こっち。カビゴのドローをね、あくまでも増やしたい。どうしようこれ。反応減らすか。エネルギーがまず1枚もないからさ、炎エネルギーがトラッシュに。炎エネルギーを引く、あれも兼ねて、枚数引こう。お尻。
お尻かじり虫。いいね。これ100点です。エースバーンが倒されなくて、カビゴンが倒されるんだったらこれでいい。が、てか、待って、これそもそも相手殴れないじゃん。今気づいたわ。今気づいたんだけど、イベルタにエネルギー張ってるから大丈夫だわ。焦りすぎた。焦りすぎた埋葬って感じ。多分無限ダイラ前出しはないと思うんだよね。まあ、出してくれたらネットから、ネット低くない？引けないか。ハンマーか。ハンマーはね、やばいです。ちなみに。ちょっとだけ話変わってきた。一旦エネルギー切ろう。エネルギー2枚ないと話になんないから。切っていいかな。ラビフット持ってきてからでいいかも。ラビフット持ってきて、まあ、祝して。まあ、メイは強いしな。もっと来てし。こうやって。どう？雨。まあ、重ねといてもいいでしょう。ドロー。俺はドローしたいです。あの日誓ったドローをしていきます。カビゴンで終わり。いいね。問題ない。まあ、カビゴン倒されないっていうか、ボスされても別にいいし、まあ、前倒されたら前倒されたらそれはそれでいいから。うん。満点の。なんなら、チラチーノ倒されるのが一番まずいまであるもん、これ。なんならね。ボスチラチーノされるのが、方が一番まずいまである。まあ別にこれ割んなくていいんだよな。あのマーシャドウはワンダーラビニスとかそこら辺割るために入ってるんで。マリー。これマリーから入るか。おい、なんだお前。事故ってんな。かわいそうにな。まあちょっとかわいそうだわ。ごめんな。動き強くてごめんな。本当にごめんなさい。いらないと。いらないカビゴン。エネルギーは引くねえ。チラ。まあ、ヒバニー出しで、いいかな。ヒバ出し。さすがにミュウがいらないから切って。このね、U ターン貼っといてもいいんだけど、まあいいか。殴るか。おとなしく。まあこれ、そもそも先に殴られても、例えば無限大な VMAX から殴られても、相手が3回目倒す前に殴り始めれば、192パンで、無限大の VMAX 倒して、まあ、次の無限大の VMAX も2パンで倒せばいいんで、割とね、間に合うんですけど、まあ、そもそも先に殴り始めちゃったから、もうこれはね、強すぎ。強すぎると話題に。話題になりました。どこ乗っけるそれ。そこね。これ、チラ出すかどうかなんだけど、1枚切っちゃってるから、まあいいかな。マリーから入って、考えるか。ハンマー。このハンマーは関係がない。これ、釣り竿で、無駄なエネルギーとエースバーンラインを戻したいから、次のターンはね。ダイナハール、オッケーオッケー。まあまあ、それはね、しゃあない。強すぎるんで。無限ダイナのパワーが、やばい。まあ、そもそも殴れるか、ここにエネルギーをつけるとして、あー、お前さん引くか。お前さんでもちょっと強いね。お前さん打つか、じゃあ。エースバーン釣り竿エネルギーで。エースバーン釣り竿エネルギー。なんだこれ、散らからでよかったけど。まあまあいいでしょう。明らかに散らからでよかった件について話していい。まあそこはね、目をつぶっていただけるとね、幸いでございます。てか、順番ぐちゃぐちゃなんだけど、これ。待って、順番がすげえぐちゃってる。ぐちゃ。俺の顔ぐらいぐちゃぐちゃになってる。つけんじゃん。やって、よっこいしょ。やばいな。顔がぐちゃぐちゃになってきた。ごめんなさい、顔がぐちゃぐちゃで。大変申し訳ございません。ここら辺に貼っとくじゃん。よっ。いや、盤面がでも、キモいぐらい強いんだよね。ドン。この3枚で勝ちだしたんだ、でも、言うて。ここ倒して、次のクロバット倒せば終わりだから、まあ、この3匹いれば、十分っちゃ十分。このトライアングルが、この夏の大三角形が大事なんですよ。やっぱりこれがアルタイル、あ、デネブ、アルタイル、ベガ、クロバット。まあそもそも先殴り出しちゃったしな、あまり負ける未来が見えないんだよな。こんなに適当にやってても勝ててしまうまである。ボス2回撃てるしな、このハンドで。山も圧縮できてるし、そう、こうなってくると一番まずいのが、まあ、チラチの狩られるぐらいなんだけど、まあねっていう。しっかり狙ってくるね。えらいね。えらいから、これ釣り竿でチラチーノ戻して、チラチーノ出したいんだけど、戻せるかな。戻せなさそう、さすがに。
どっかでボス引きゃ勝ちだからな、言うて。あ、めっちゃ引くやん、ボス。それマリー引いたらどうするん、俺。そん時はそん時か。よっ。ドーン。でかい。パワーがでかい。力イズパワーって感じやな。まあ、マリーされたら、マリーされたらチラチーノが生きるから、まあいいんじゃないかな、多分。5枚でしょ。まあちょっと次のターン引くのは 無理そうだね、ボスは。さすがに。そしたらまあカビゴン前出しとかでもいいし、カビゴン前出し、ドローしてエンドとかでもいいから、まああとボス引けばって感じ。ボス引くしかねえのでって感じ。クロマット出すね、お前。めっちゃ出すね。ボス。いや、うまいね。うまいが、リセットスタンプがないんだったら、これは、勝ちと。いうわけですね。リベロ。リベロが強すぎる。イエス。さよなら、バイバイ。俺はこいつのために出ます。あざした。